はいどうも皆さんもおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、あの最強の装備魔法をね皆さんにご紹介 したいなと、思っておりまして、この光学迷彩アーマーというこの謎の装備カード、皆さんご存知でしょうか。今か、一応今あの私が撮影日現在では今まだやってる蘇る恐怖奇皇帝ワイゼルっていう超絶クソイベントがあるんですけども、この超絶クソイベントでゲットできる装備魔法でございまして、これねちょっとね強そうなんですよ書いてあること、レベル1モンスターにのみ装備可能ですと。で装備モンスターは相手プレイヤーに直接攻撃ができますって書いてあるんですね。でレベル1のモンスターじゃないといけないんで、まあ、レベル加工とか使ったらなんか結構いろんなモンスターに装備できるんですけども、単純にレベル1のモンスターのでレベル1のモンスターで攻撃力が一番高いモンスターって皆さん何かご存知ですか。そうなんですよ、あのね奇皇帝ワイゼルインフィニティなんですよあのねこのモンスターにこの光学迷彩アーマーつけてぶん殴ると最低でも2500のダイレクトアタックができるんですよ。ちょっと強そうでしょでこのワイゼルインフィニティさんはシンクロモンスターだったらパクって装備して、でそのモンスターの打点分アップするっていう効果を持ってるんで、これね私はね思いつきました。シンクロモンスターパクってこれつけて殴ったら勝ちなんじゃねということで、その発想を元に組んできたデッキはこちらです。はい、シンクロキラーっていう最強のスキルですね。にしてまして、もうシンクロキラーって言ってね、自分のフィールド上、相手フィールド上にシンクロモンスターが存在していれば、自分の手札から奇皇帝を出せるっていう、このスキルを使って、相手の、モンスター、シンクロモンスターね、にチェーンを許さずこいつでパクるっていうね、これをやっていきたい。で、1個先に言っておきたいことは、このデッキ基本的に、シンクロデッキ以外には勝てません。なんでかっていうと、ワイゼルインフィニティが弱すぎるから。こいつ弱すぎるんだよね、シンクロモンスター以外には。まあ、魔法止めるってちょっと強いけど、基本的にも2500、2500のバニラみたいなもんなんで、シンクロモンスター相手じゃなければね。ということで、一応ね、このバック除去をガン積みして、妨害はこの辺でなんか除去って言いながら、こいつを出して、光学迷彩魔つけてぶん殴るっていう最強デッキをね。お見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイよし、ハーピーの借りは目障りな虫けらめ、多分シンクロデッキだ。こいつを処すために俺はこのデッキを作ってきたと言っても過言ではないからな。ハーピーチャネラー伏せ何枚あるかですね。あとはね伏せ何枚あるか感はありますね。さあハーピーの借り場の効果、ハーピーの借り場で借り場割っていく。さあチャネラー効果、今のところは結構理想ムーブな感じですね。モンスターで、パフューマー効果で羽やつに持ってくると。でこれとりあえずシンクロモンスターを出ます。シンクロモンスターを出る、シンクロモンスターを出るんで、あとはバックがね何枚あるんですよね。羽休めあるんで2枚ドローしますよね。はい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 、羽休めで、デッキに間違えた、墓地のハッピーレディを3枚戻して2枚ドローしていく。ほんでカードを打ちます。セット、はい、オラクル、あっ1枚くせえな。なるほど、1枚かサイクロンかなんか聞きたいですね。1枚ぐらい、オラクルさんいいです。でオラクルさんで回収、なるほどなるほど、いいでしょう。俺のターン、ドロー。まあ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 、まあ、とりあえずダイヤウルフで分からせていきまして、ブリ金魚を召喚、そしてブリ金魚の効果を発動。あっちまにプレインコードも出せますんで、このデッキ、まあ、ハーピーにはそんなにね困んないかなと思いますけど、まあ、マホトラップカードはちょっと受けてきますね。さあレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚エクシーズ召喚ってなんだ、そんな召喚方法知らんはずだぞこいつ。なんでエクシーズ召喚って。そして氷河楼ダイヤウルフの効果を発動、自身を爆破することによってお前のセットカードを破壊させてもらうぜ。バカーン、サイクロン、なるほど。そして自分のビルドのモンスターが効果で破壊された場合、このモンスターは特殊召喚できるのさ。たこれ、たこれ、たこれ、皇帝ワイゼルインフィニティを特殊召喚、
そしてワイゼルインフィニティの効果発動、お前のモンスターはいただいた。そして光学迷彩アーマーを装備、このモンスターを装備したモンスターは相手プレイヤーにダイレクトアタックをすることができる。黙れー、ステンレススチールスラッシュ。この攻撃名ダサすぎない？ステンレススチールスラッシュって何？さあ、お相手の方、それが俺とユウセ。何？シューティングサロード相手に取ってきた。とりあえずシューティングスター出す過程でガムをポイ捨てするのやめよう。ガムをポイ捨てするのやめよう。ジャンクシンクロン、あ、ガムあんのかな。ちょっと、まあ、ガムあったらあのクイックシンクロンの中で捨てられるのちょっときついですけどね。俺の前にシンクロモンスターを出してしまうとか。お前は自分ディープモンスター効果発動。絶望。お前絶望を味わわしてやろう。ガムありますか？ガムあるからって教えてもらっていいですか？スターダストドラゴン、はい、いいでしょう。そこまで全然いいです。はい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 、ガム押しませんね今のところ。ガム、え、あれ、ガムいいの？落とさなくて。マジガム落とさなくていいの？マジスカロックロールなんだけど。ブリキンギョ召喚。そしてブリキンギョのモンスター効果を発動。ブリキンギョのモンスター効果によって手札から機械族モンスターを特殊召喚。そして特殊召喚に成功したゴールドガジェットの効果によってさらに手札からレベル4の機械族モンスター1体を特殊召喚。そしてフォーミュラシンクロンを殴るような構えすればいいから、多分ね、これダイヤウフですね。レベル4のモンスター2体でオーバーレネットワークを構築。エクシーズ召喚。エクシーズ召喚ってなんだよ。お前なんだその召喚方法。そんな召喚方法知らんはずだぞお前。そしてダイヤウルフのモンスター効果を発動。自身のオーバーリミットを1つ使い、自分自身とお前のモンスターを破壊する。これ多分シンクロ召喚してくるでしょう、おそらく。さあ、フォーミュラシンクロンのモンスター効果。さあ、フォーミュラシンクロンとフィード上のモンスターでシンクロ召喚を行うことができる。さあ、来た、フォーミュラシンクロン。召喚ムーブ見よう。召喚ムーブ見ます、あえて。はい、どうぞ。はいはい、かっこいいですね。かっこ、あ、何バカな、合計5回の連続攻撃だと。あーあーあああ、かっこいいな、おい。ああ、かっこいい、かっこよ、かっこいいですねそのモンスター、かっこいいですねそのモンスター。効果によって破壊された時合体せよ飛行艇ワイゼルインフィニティ。さあ、召喚ムービーはこちらもどうぞ。お前のモンスターはいただくぞ。お前のフィールド上にはシンクロモンスターが一体。さらばシューティングスタードラゴン。絡みつく時間振り切って。何がクリアマイドラ、クソったや。もう己の無力さを思い知るがいい。ステンレススチールスラッシュ。この攻撃にダサすぎるだろ。さあ、お相手の方パンドラ君ですね。よろしくお願いします。パンドラ君ね、パンドラ君珍しいですね。俺のターン、ブリキンギョ召喚。ブリキンギョの効果を発動。ブリキンギョの効果によってゴールドガジェットを特殊召喚しておくぜ。モンスターを特殊、これゴールドガジェットとシルバー、ゴールドシルバーか。ゴールドシルバーでさ、これ耐久していった方がいいさ、ね、これで耐久しよう。あのゴールドガジェットはね、破壊された場合これ耐久力があるんで結構強いんですよね。並べておくとあんまりワンキルされないっていう。はい、煉獄やば、こいつ何これ。暗黒界ですか。暗黒界のデッキ、何これ、何デッキ。暗黒界のスノー、なるほど。とりあえずね、そこまではいいです。なんか長そうだな、これ。何これ、何が起きんの。モンスター効果、カーディアン待つ、どういうこと。どういうこと、どういうこと。待つリリース、やばいこと起きる。もしかして俺これエンジョイされる、墓穴見つれ。でもこっからエンジョイされることあるのか。光学迷彩アーマー、ええ、やばい。
その装備モンカードはレベル1のモンスターにのみ装備可能でダイレクトアタックをすることができるカード。